皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は WRC ニュース2024開幕戦ラリーモンテカルロです。ニュースの時間だにょん。データは動画作成時点のものとなりますので、後日変動がある場合があるのでご理解ください。変動があったら、コメントや概要欄、次の動画などでお知らせするにょん。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ついに2024年シーズンが開幕したわね。今年は、各チームともマシンのリバリーやレーシングスーツのデザインなどがイメージチェンジされて、気分も新たなスタートとなったな。ロンデと M スポーツフォードも、モンテカルロの前に続々とカラーリングの発表をしてきたにょん。開幕戦でおなじみのモンテカルロは、今回で92回目の開催となる、伝統のラリーなのよね。2022年と2023年は、モナコを中心に行われていたが、市街地のため雪や氷が少ないことと、サービスパークの設営が難しくなったことから、2014年から2021年まで拠点となっていた、フランスのギャップという都市に、拠点を戻しての開催となったんだ。ちなみにギャップは、セバスチャン・オジェの出身地なのよね。モンテカルロ最多優勝記録を持つオジェの地元。そのオジェが、トヨタの3代目で出場し、レギュラードライバーのエヴァンスと勝田選手の3代体制。ロバンペラは休養宣言したばかりだし、オジェのモンテカルロ参戦は予想通りだったわね。ロンデからは、前から発表があった通り、ロンデで11年目のシーズンを迎える、エースドライバーのヌービルと、フォードから戻ってきたタナックと、WRC2 から戻ってきたミケルセンの3人体制。トヨタの強力なライバルとなりそうだにょん。M スポーツフォードからはフルモートミュンスターが出場、まずはポイント獲得から目指していくそうだ。ミュンスターにとっては、ラリー1で初のモンテカルロ出場だったのよね。WRC2 は、サミパヤリなど4台の GR ヤリスラリー2がエントリー。それを迎え撃つ、シトロエンのロッセルとグリア人、シコダのソルベルグなど、競合が名を連ね。ラリー1が8台、WRC2 が24台、WRC3 が3台をはじめ、93台がエントリーとなったな。昨年のラリージャパンは36台だったから、モンテカルロの規模の大きさを感じるわね。3倍近いにょん。それじゃあ日程のおさらい行きましょうか。ラリーモンテカルロは1月24日から開催、24日はシェイクダウンのみで、25日が競技初日で SS1 から SS2、2日目が SS3 から SS8、3日目が SS9 から SS14、最終日が SS15 から SS17 となっているぞ。日本との時差は8時間だにょん。珍しく水曜日からの開催だったのよね。シーズン初の走りとなるシェイクダウンのトップタイムはタナック、2番手にエヴァンス、3番手にヌービルと続いたが、暖冬の影響からか、雪や氷の影響も少なく、各チームともマシンの様子見といった感じだったな。本番はこれからだにょん。競技初日は、恒例のモナコのカジノ前広場で華やかなセレモニアルスタートと、SS1 と2の、2本の SS が行われたわね。初日はエヴァンスが連続トップタイムで首位を獲得。2番手にヌービル、3番手にオジェ、4番手にタナックと続いたが、8番手につけたミケルセンも含めた全てのロンデのマシンに、スロットルのトラブルが発生。アクセルを離しても燃料が噴射される状態となってしまい、オーバーヒートにならないように抑えた走りとなってしまったんだ。初日は先頭スタートでクリーンな道を走れたエヴァンスが有利に走れたようだったわね。インカットでグラベルがどんどん書き出されていっていたからな。5位にフルモー、6位に勝田選手、7位にミュンスターと続いたにょん。2日目最初の SS3 は、気温10度近い暖かな朝となったが、ドライとウェットが入り混じる路面状況となり、7.7 キロ地点の日陰となった凍結した右コーナーで、タナックと勝田選手がコースオフしてタイムロス。2人とも観客の手助けを借りて復帰したが、タナックが 41.9 秒、勝田選手が5分 24.5 秒のロスとなったな。今年も妖精さん大活躍だったにょん。ここで勝田選手は19位まで後退してしまったのよね。次の SS4 では、2番手につけていたヌービルがリアを滑らせてスピンし、10秒のロス。難しい路面が続き、多くのドライバーが慎重な走りとなる中、オジェが攻めの走りで、SS4 と5で連続トップタイム。ヌービルを抜いて2番手に浮上したんだ。エヴァンスに離されかけていたけど、しっかり差を詰めて、さすが勝負どころをわかっているっていう感じだったわね。次の SS6 と7は、ヌービルが負けじと連続トップタイムで、エヴァンス、オジェとの差を少しずつ詰めて、4番手のタナックを1分以上引き離し、完全に三つどもえの戦いへとなっていったな。早くも優勝は3人に絞られてしまったわね。
2日目最後の SS8 では、オジェが再びアグレッシブな走りでトップタイムをマーク。約20秒あったエヴァンスとのタイム差を 4.5 秒まで縮めて、2日目を終えたぞ。2日目は首位エヴァンス、2位オジェ、3位ヌービル、4位タナック、5位フルモー、6位ミケルセン、7位ミョンスターだったわね。勝田選手は10位まで浮上してきたミョン。3日目は、トップを走っていたエヴァンスが SS10 でハイブリッドブーストを失ってしまい、ペースダウン。一方で3番手だったヌービルが調子を上げてきて、SS9 でオジェ、SS10 でエヴァンスを抜いて首位に浮上。後半につれて調子が上がってくるヌービルのいつものパターンね。SS11 ではタナックとヌービルが同タイムでトップタイムをマーク、初日のトラブルも克服し、ロンデの新マシンに手応えを感じる場面を見せ。次の SS12 と13は、オジェが気迫の走りで連続トップタイムをマークして、ヌービルに代わり首位に立ち。SS14 では再びヌービルがトップタイムで首位を奪還する、熱いバトルが見られたな。前日までのエヴァンスの独走体制から一転して、オジェとヌービルのバトルが繰り広げられた3日目だったわね。3日目は首位ヌービル、2位オジェ、3位エヴァンス、4位タナック、5位フルモー、6位ミケルセン、7位勝田選手で終えたミョン。新しいポイントルールによって、ここでラリーは一区切りとなり、最後まで完走することが条件となるが、この時点での順位に応じて、1位から10位に対してポイントが加算されることとなるぞ。最終日は、SS15 から17の3つの SS のタイムだけで競うっていうことになるのよね。短期決戦だミョン。最終日は、夜明け前の暗いうちからのスタートで、ブラックアイスが点在し、路面の見極めが非常に難しい中でのアタックとなったが、首位のヌービルは、守りに入ることなく攻めの走りで、SS16 と SS17 で連続トップタイムをマーク。昨年までだったらパワーステージまでポジションキープで流す感じだったけど、早速新しいポイントシステムを意識した走りだったようね。そして最終パワーステージもヌービルがトップタイムで完走、フルポイントを獲得して、2020年以来2度目のモンテカルロ優勝を果たしたぞ。おめでとうございます。最終日は完璧な強さだったミョン。2位のオジェは惜しくも10勝目とはならなかったが、ラリーウィークの初めに、親族に不幸があったことを明かし、複雑な感情の中で最後まで勝利を目指して走り切ってくれたんだよな。初めてカートを買ってくれて、モータースポーツを始めるきっかけをくれた人だったと話していたわね。ご冥福をお祈り申し上げます。3位のエヴァンスは、最終日に高ポイントを目指し、猛プッシュで挑んだが、ヌービルには及ばず、表彰台は獲得したが悔しさをにじませていたな。ブーストトラブルは仕方ないことだけど、前半はリードしていただけに残念だったわね。4位はロンデに復帰したタナックで、2日目に表彰台争いから脱落したため、最終日まで5本のタイヤを温存して最終日に高得点を狙ったが、最終的には無理をせず確実にチームにポイントを持ち帰ることを選んだそうだ。復帰1戦目から、チームのために冷静な判断をしたのね。5位のフルモーは、2年前のモンテカルロでの大きなクラッシュから長いスランプとなっていたが、着実な走りで完走できたことが自信につながったそうだ。次の戦いに期待だミョン。6位となった勝田選手は、2日目のコースオフで一旦は19位まで順位を落としてしまったが、着実な追い上げを見せ、パワーステージでは、惜しくも3番手タイムとなってしまったが、トップタイムが期待できるほどの素晴らしい走りを見せてくれたな。パワーステージ2番手タイムのオジェとはわずか 0.2 秒差だったのよね。惜しかったミョン。そして7位は、ラリー1マシンのデビュー戦となったミケルセンで、まだまだマシンのポテンシャルを引き出すことができるはずだ、と次に期待のコメントを残してくれたぞ。WRC2 マシンとは全くの別物だ、って言っていたから、感覚が慣れてきたらもっと速くなりそうよね。そしてフォードのミョンスターは総合20位でのフィニッシュとなったが、日曜日は7位でフィニッシュしたため、1ポイント獲得しているぞ。新ルールの恩恵を受けることができたのね。WRC2 は、ペペロペスとグリアジンとの接戦を制したヨアン・ロッセルが、2年連続でモンテカルロ WRC2 クラス優勝を果たし、GR ヤリスラリー2で出場したサミパヤリは、選手権外でのエントリーだったが、総合12位に入り、クラス5位相当の速さで、新マシンに手応えを感じていたぞ。GR ヤリスラリー2が、WRC で熟成されていくのが楽しみだミョン。最終日の総合順位とパワーステージのポイントはこんな感じで、開幕戦モンテカルロの順位、ポイントはこんな感じとなったな。最大で3つの足し算をしないといけないのね。1つ増えただけで、すごく複雑になった気がするミョン。まあ、慣れていくしかないな。
次回の第2戦ラリースウェーデンは2月15日から開催です。その前にフィンランドで2月2日から行われるアーティックラップラリーにスウェーデンに向けたテストイベントとしてロバンペラとエヴァンスが参戦。そしてこのアークティックラップラリーでは小暮選手と山本選手が GR ヤリスラリー2でのデビュー戦を迎えるんだぜ。スウェーデンの前に注目の一戦だにょん。スウェーデンに向けてもう準備は始まっているのね。またスウェーデン戦が終わったら第2回 WRC ニュースをお送りする予定ですのでお楽しみに。今年も WRC ニュースをよろしくだにょん。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。